レゼルバを導入するメリットは2つあります。1つは施設の運営に関する業務プロセスのすべてを自動化できる点です。予約受付から集客までビジネスの一連の流れを自動化できます。 業務プロセスを自動化する点について詳しく図を用いて説明いたします。予約サイトより24時間365日、いつでも予約を受け付けることができ、お客様は予約時にレゼルバの決済サービスを使って代金をオンラインで決済します。決済時にレゼルバから発行したクーポンを適用することで即時に割引をすることも可能です。 予約が完了すると確認メールが自動で配信され、さらに予約前日に自動でリマインドメールが配信されます。お客様が来店した後は自動でサンキューメールが配信され、その中に次回利用できるクーポンを入れたり、サービス改善につながるような顧客満足度アンケートを入れることも可能です。アンケート結果や予約、顧客の分析についても様々な軸で自動分析されますので、 いつでも管理画面より確認できます。このように予約に関わるすべてのプロセスが自動化できますので、業務効率が向上します。次にさまざまな機能と連携ができる点です。レゼルバにはクーポンやメルマガ、オンライン決済などさまざまなサービスがあります。さらに Google カレンダーや LINE、 アフェリエイトなどの外部サービスとの連携も可能です。様々な機能をご利用いただくことによってビジネスの可能性が広がります。次に予約サイトの料金プランと予約サイトのタイプについてご紹介いたします。まずは料金プランについてご説明いたします。料金プランは大きく3つの部分が異なります。まず、月間予約件数。 次に顧客件数。さらに、機能数が異なります。今見ていただいている料金表は一部抜粋となりますので、詳しい内容はレゼルバホームページよりご確認ください。本日紹介する施設タイプの特徴としては、施設メニューごとに貸し出し時間や料金などを設定して予約を受け付けることができます。 ここからはレゼルバの役立つ機能をご紹介いたします。最後にレゼルバペイメント及びレゼルバクーポンの概要についてもご紹介いたしますので、ぜひ導入を検討してみてください。はじめにこれから説明する資料の見方を説明します。今後ご紹介する各機能の画面右上には F、B、S、G、E のようなアイコンが表示されます。 こちらのアイコンはご紹介する機能がどのプランでご利用できるか示しているものです。F はフリープラン。B はブループラン。S はシルバープラン。G はゴールドプラン。E はエンタープライズプラン以上を意味しております。予約単位設定及び料金設定に関しては全てのアイコンが表示されておりますので、フリープランを含む全てのプランにおいてご利用可能ということになります。 はじめに紹介する予約単位設定及び料金設定は予約可能な単位を時間または枠のどちらかに設定することができます。枠単位の場合は利用したい時間をあらかじめ決められている枠の中から選んでいただくことになります。例えばこちらは午前、午後、夜間という枠を設定した場合の画面です。午前であれば9時から12時までの3時間と決まった枠で予約することになります。 時間単位の場合は、利用開始時間と終了時間を予約者が自由に選ぶことができます。例えば、1月2日10時から利用したい場合、10時をクリックすると、このようにポップアップが表示され、何時まで利用したいかを予約者が自由に選ぶことができます。数時間または一部の枠での利用のみならず、終日単位または複数日数の期間で予約することも可能です。 予約単位及び料金設定は基本設定の中にあるメニュー登録からできます。新規メニューの追加とともに時間及び料金設定を行う場合はメニューを追加するをクリックしてください。今回は既存メニューのもので設定をしていきます。既存メニューの時間及び料金を変更する場合はメニューの時間料金設定を選択し、遷移した画面で予約時間及び料金の 編集するを選択すると設定画面に遷移します。まず予約単位を選択します。予約単位に関しては時間または枠単位で予約すると非単位で予約するの2つを選択することができます。2つとも利用する場合は両方にチェックをしてください。その後時間または枠単位で予約するを選択した場合、さらに枠単位か 自由に時間を選択する時間単位かのいずれかを選択してください。次に、施設の利用時間延長を許可するかしないかを選択します。次に、祝日の取り扱いを設定します。祝日を通常曜日と同じ時間及び料金で提供する場合は、通常営業日の設定に合わせるを選択してください。祝日を通常とは異なる時間及び料金で提供する場合は、 独自の設定を行うを選択してください。最後に、消費税表示を税抜きにするか税込みにするか選択してください。ただし、事前カード決済をご利用中の場合は税込み表示となります。次に、予約単位で開始時間と終了時間が決められている予約枠を選んだ場合の料金設定について説明いたします。 まず、画面左下にある通常日の時間及び料金設定の追加するを選択します。遷移した画面で、まず料金を設定したい曜日を選択します。料金に関しては、曜日ごとに異なる料金を設定することも、すべての曜日で同じ料金を設定することも可能です。次に予約枠を設定します。予約枠ごとに予約枠の名称、 その枠の利用時間及び料金を設定してください。複数の枠を設定する場合は、予約枠を追加するというボタンをクリックして、予約枠ごとの設定を行います。予約枠のみならず、非単位でも予約を受ける設定にしている場合は、非単位についても設定項目が表示されますので、1日の利用時間及び料金を設定してください。次に、 自由に開始時間と終了時間を選択できる時間単位を選択した場合の料金設定について説明いたします。予約枠の設定と同様、料金を設定したい曜日を選択します。曜日を選択したら、利用時間及び料金を設定してください。料金に関しては、時間帯ごとに変更することができます。例えば、9時から12時の間は1時間あたり2000円。13時から18時の間は、 1時間あたり4000円で貸し出すという場合は、このように設定してください。複数の料金を設定したい場合は、料金設定を追加するというボタンをクリックして、時間帯ごとの単価を設定してください。次に紹介するのは、カテゴリー登録機能です。複数メニューがあり、メニューを分類して分かりやすくしたい場合に有効な機能となります。 こちらはカテゴリーを設定した場合のイメージ画像です。施設とレンタルスペースというカテゴリーがあり、施設というカテゴリーの中には多目的ホール、体育館の2つの予約メニューが設定されている状態です。カテゴリー登録の設定は高度な設定の中にあるカテゴリー設定からできます。カテゴリーを登録するを選択し、遷移した画面でカテゴリー名を入力します。最後に、 適用メニューでカテゴリーに表示するメニューを選択してください。必要に応じてカテゴリーの概要やカテゴリーの画像を設定することも可能です。次に紹介するのはギャラリー登録機能です。実際の施設の写真やイメージ画像などを設定することによって予約を検討している方がどのような施設か確認することができます。 ご覧のように各メニューの詳細画面に追加画像を設定することが可能です。各画像をクリックすると拡大された画像が表示され、横にスライドするとその他の登録した画像も確認できます。ギャラリー登録の設定は基本設定の中にあるメニュー登録からできます。ギャラリー登録したいメニューの基本情報設定を選択し、遷移した画面で 画像を追加するをクリックするとアップロード画面が表示されるのでご自身のデバイスに保存している画像の中から選択しアップロードしてくださいアップロードが完了しますとこのように画像が追加されます追加画像は10枚まで設定が可能です次に紹介するのはオプションメニューです施設の予約と合わせて追加のサービスや備品なども予約することができます こちらがオプションメニューを設定したイメージ画像です。レンタルスペースのオプションとして、プロジェクター、ホワイトボードが選択できるようになっています。オプションメニューの設定は、高度な設定の中にあるオプションメニュー設定からできます。オプションメニューを登録するを選択し、遷移した画面でオプション名や料金、1回に選択できる数量を入力してください。 最後にオプションを表示させるメニューを選択し、確定してください。次に紹介するのは準備時間機能です。施設貸し出し後の清掃や消毒作業なので、次の予約までの間に準備時間を設けたい場合に便利な機能です。施設の利用時間が60分とした場合の予約日程選択画面をご覧ください。本来11時に予約が入ると、 施設利用時間は60分なので、次に予約ができるのは12時からとなります。一方、準備時間を30分で設定した場合は、施設利用時間60分に、準備時間の30分が足されるので、次に予約ができるのは12時30分からとなります。準備時間の設定は、基本設定の中にあるメニュー登録からできます。メニューの時間料金設定を選択し、 予約時間、料金の編集するを選択します。遷移した画面で準備時間を登録してください。次に紹介するのはひまたぎ設定です。通常の場合、1日の予約可能時間は0時から24時までとなります。ただし、ひまたぎを設定しますと24時以降に関しても当日分として予約が可能となります。 こちらがひまたぎ設定したイメージ画像です。本来であれば、日をまたいでしまうため、24時までしか予約の設定ができませんが、今回は32時までひまたぎ設定をしているため、24時以降も予約できるようになっています。ひまたぎ設定は、基本設定の中にあるメニュー登録からできます。時間料金設定を選択し、遷移した画面で、 通常日の時間及び料金設定の編集ボタンを選択します。時間単位設定でこのように24時以降を設定していただければ、ひまたぎで予約することができます。次に紹介するのは特定日設定機能です。年末年始やゴールデンウィークなどの特定日に臨時営業時間を設定したい場合に便利な機能です。施設全体で特定日を設定することも可能ですし、 貸し出す施設ごとに特定日を設定することも可能です。左側が通常営業日の予約日程選択ページで、右側が特定日の予約日程選択ページです。画面左側、通常営業日の1月18日の場合は、11時から20時まで予約を受け付けることができますが、特定日設定をしている画面右側、1月2日の場合は、 13時から18時までの間のみ予約を受け付けることが可能です。特定日設定は基本設定の中にあるメニュー登録からできます。時間料金設定を選択し、遷移した画面で特定日の料金及び設定の追加するを選択し、設定画面に遷移します。その後、最初に特定日を登録してください。まず、特定日の名称を入力し、 次に対象日付を選択します。他のメニューで登録した既存の特定日を利用することも可能ですので、既存特定日を利用する場合は、既存特定日を利用するを選択し、その中から利用する特定日を選んでください。最後に時間単位設定で、特定日の施設利用時間及び料金を設定し、登録してください。 次に紹介するのは固定文言カスタマイズ機能です。初期設定されているメッセージや固定文言などを自由に変更できます。現在表示されている予約サイト画面では、このようなところが固定文言になっており、これらを自由に変更することが可能です。この例をもとに固定文言を変更してみます。ご覧のように予約メニューを選択するが、施設を選択するに、 連絡先を入力するがお客様情報を入力に、About Us が会社概要という文言に変更されています。固定文言カスタマイズの設定は高度な設定の中にある多言語及び固定文言変更からできます。まず固定文言変更を選択してください。このように変更可能な文言一覧が表示されますので変更したい文言を入力し、 確定してください。次に紹介するのは独自会員機能です。独自会員機能でできる3つのことを順に紹介していきます。1つ目は会員限定公開メニューについてです。非会員の方にはメニューが公開されません。こちらは会員限定公開メニューを設定した画面となります。左側は会員から見た画面で、右側は非会員から見た画面です。 左側には会員限定のメニューとして設定している独自会員限定レンタルスペースが表示されていますが右側の非会員画面には表示されていません次に会員限定予約メニューについてです非会員の場合は会員ログインが求められるので会員しか予約ができないようになっています今表示されている予約画面は非会員の方が見ているページです 独自会員限定のメニュー自体は確認ができます。しかし、独自会員限定メニューを非会員の方が選択すると、予約日程選択画面までは進むことができますが、連絡先を入力するを選択すると、ログインが求められ予約ができません。最後に、会員限定公開予約サイトについてです。会員のみが予約サイトを閲覧することができます。 この設定をした場合、予約サイトにアクセスすると、ログインを求められます。会員の方は、ログインをすると、予約サイトのトップページに遷移します。まず、独自会員機能の設定について説明します。独自会員機能の設定は、高度な設定の中にある、会員機能設定から設定ができます。会員機能の選択肢で、独自会員機能を利用するを選択してください。 次に、会員登録のページリンクを表示する設定について説明します。会員登録が自由にできる場合は、表示するを選択してください。その場合、登録した会員について、管理者が承認をするか、自動で承認するか、会員登録の管理者承認でどちらか選択してください。最後に、予約サイトの閲覧を会員限定にしたい場合は、予約サイト閲覧制限で、会員のみ閲覧を選択してください。 会員利用を設定した後、会員限定にメニューを公開、または会員限定の予約メニューを作成する場合は、基本設定の中にあるメニュー登録からできます。各メニューの基本情報設定を選択し、遷移した画面でメニュー公開範囲と予約可能範囲を設定します。会員限定でメニューを公開する場合は、メニュー公開範囲から、独自会員限定公開を選択してください。 会員のみメニューを予約できるようにする場合は予約可能範囲にて独自会員のみを選択してください。次に紹介するのは予約不可登録機能です。施設全体はもちろんメニューごとなど予約を一時的に止めることができます。日程選択画面のイメージをご覧ください。こちらに関しては12月4日の15時から18時まで 予約付加設定をしているため、15時から18時まではグレイアウトしており、選択できないようになっております。予約付加登録はメニューごとや施設ごとなどに設定することができます。予約付加登録の設定は、予約管理の中にある予約付加登録からできます。予約付加登録を選択し、遷移した画面で予約付加登録を設定します。まず、予約付加単位を選択してください。 予約サイト全体はもちろん、メニューごと、施設及び部屋単位ごとで予約を一時的に止めることができます。次に対象期間、最後に予約不可時間を入力し登録してください。不可理由、連絡事項に関しては予約サイトには表示されず、管理者側のメモとなります。次に紹介するのは予約時アンケートです。 こちらの機能を利用すれば、来店前に確認したい事項を予約画面に追加することができ、事前に知りたい情報を把握できるので、お客様への対応や準備がしやすくなります。実際に追加したアンケート項目のイメージ画像をご覧ください。こちらが予約時アンケートとして追加した項目になります。プルダウンやチェックボックス、自由入力など、様々な形式の質問が追加できます。 予約時アンケートの設定は、高度な設定の中にある、顧客項目設定及び予約時アンケート設定からできます。まず、予約時アンケート設定を選択します。次に、質問を作成するを選択します。遷移した画面で、質問タイプ、質問文、対象メニューが表示されます。質問タイプによっては、このように選択肢が表示されます。 質問文及び選択肢を入力し、アンケートを表示する対象メニューを選択して登録してください。次に紹介するのは予約リマインドメール機能です。脳症とは予約をした人がキャンセルの連絡もないまま現れないことです。そういったお客様を減らすための機能がリマインドメールです。 予約をした方で当日来ない方の大半は予約自体を忘れてしまっている場合が多いです。予約日よりも前に予約内容を通知して思い出してもらうことが重要です。レゼルバでリマインドメールを設定すると来店予定の前日に予約内容をメールで自動送信します。予約リマインドメールの設定は高度な設定の中にある通知メールの編集からできます。 予約リマインドメールの編集するを選択し、遷移した画面でリマインドメールが選択されているので、このボタンはそのままで問題ございません。件名や本文の内容を変更したい場合は、この画面で編集してください。次に紹介するのはキャンセル待ち機能です。すでに定員に達している予約枠への予約を希望されているお客様に、キャンセル待ち登録をしていただきますと、対象時間帯にキャンセルが発生した場合、 お客様へ通知メールを送信するという機能です。実際に予約が埋まっている場合のイメージ画像をご覧ください。このようにキャンセル待ちと表示されているのが満席状態となります。キャンセル待ち状態になっている日時を選択し、遷移したメニュー詳細画面からキャンセル待ちを申し込むことができます。キャンセル待ちを申し込む際はメールアドレスのみ入力してもらうことになります。 そのキャンセル待ちを申し込んだ枠でキャンセルが発生した場合、メールで知らせてくれます。管理者がキャンセル待ちを確認する方法は、予約管理からキャンセル待ちを選択していただくと、キャンセル待ちのお客様を確認することができます。キャンセル待ちの設定は、基本設定の中にあるメニュー登録からできます。メニューの基本情報設定を選択し、 遷移した画面でキャンセル待ち機能を有効にするというボタンがあるのでチェックをしてください。その後キャンセル発生時に通知メールを自動で送信するか手動で送信つまり管理者が管理画面から送信するかを選択し確定してください。次に紹介するのはサンキューメール機能です。 サンキューメールとはお客様が利用された後にお客様に対してお礼のメールを自動送信することができる機能です。このメールの中にお客満足度調査を差し込んだり、次回ご利用いただけるクーポン番号を差し込むことも可能です。サンキューメールの設定は高度な設定の中にある継続自動配信メールからできます。新規登録ボタンを選択すると設定画面に遷移するので、 まず、メール種類でサンキューメールを選択します。メニューごとに異なるサンキューメールを送ることが可能ですので、対象メニューでどのメニューをご利用いただいた方にサンキューメールをお送りするか選択してください。次にサンキューメールを配信する時間を設定します。最後に、件名や本文の内容を変更したい場合は、この画面で編集してください。次に紹介するのは、レビュー。 すなわち、口コミ機能についてです。こちらは、レビューを表示させた場合の予約サイトのトップ画面となります。レビューの表示方法は2種類ございますので、順に説明していきます。右に表示されている星マークが予約サイト全体の評価で、こちらを選択すると、予約サイト全体の口コミを確認できます。次に、全体の口コミではなく、メニューごとの口コミを確認する場合は、メニューを選択します。 遷移した画面でメニュー横の星マークを選択するとメニューごとのレビューが表示されます。今回の場合はレンタルスペースの口コミが表示されます。予約サイト内にレビューを表示させることで予約を検討している人の後押しになる場合があります。また店舗側としてはレビューを確認することで課題などを確認することができます。ただし、レビューのコメントの中には誹謗中傷やいたずら書きなどがある可能性もあります。 そのような不適切なコメントに関しては予約サイトに表示しないように設定することができます。レビュー非表示の設定方法は集計及び分析の中にあるレビュー結果から編集ができます。コメントの右側、コメント表示の横のボタンを選択すると非表示にすることができます。特定のコメントを非表示にした場合、予約サイトのレビューコメント一覧には このように星マークのみ表示されます。レビューの設定は高度な設定の中にある顧客アンケートからできます。顧客アンケートの項目で利用するボタンを選択すると利用テンプレートおよびレビュー表示という項目が表示されますので、レビューを表示するページを選択します。管理者のみレビューを確認したい場合は予約サイトに表示しないを選択し確定してください。 その後、2パターンの表示が出ますので、3級ーメールをご利用中の場合は、回答 URL を差し込んでください。3級ーメールをまだ利用していない場合は、3級ーメールの設定からお願いいたします。次に紹介するのは、SEO 対策機能です。SEO とは、検索エンジン最適化の略で、皆様が作ったページが、検索結果画面で上位表示されるようにするための機能です。 通常、何かを知りたいときに検索エンジンで調べる人が約80%と言われており、検索結果画面で1位に表示される場合と2位に表示される場合では約2倍から3倍のクリック差があると言われています。そのため、いかに上位に表示されるかが集客アップにつながる重要なポイントとなります。検索されやすくするための機能として用意しているものが SEO 対策機能です。 SEO 対策の設定は集客及びタグの中にある SEO 対策からできます。設定画面でタイトル、検索エンジン用キーワード、検索エンジン用説明文に検索結果画面で表示させたい説明文やキーワードを入力します。社内用や知り合い限定でサイトを公開していて、検索エンジン上に表示させたくない場合は、検索エンジン拒否にチェックを入れると、 ヤフーやグーグルなどの検索エンジンで表示させないようにすることができます。例えば、赤坂のレンタルスペースを探す場合、多くの方が検索エンジンで、赤坂、レンタルスペースとキーワードで検索を行います。先ほどの画面で設定したタイトル、検索エンジン用説明文はこのように表示されます。次に紹介するのは分析機能についてです。 レゼルバでは予約の分析、顧客の分析、顧客満足度調査 NPS の分析、レビュー結果など様々な分析ができます。予約分析では月別、日別、曜日別、時間帯別などの時間を軸にした分析ができます。こちらの分析を行うことによって予約が入りやすい曜日や時間帯を把握したり、 対応スタッフを増やしたりすることも可能です。さらに各分析の中でも2つの期間を比較したり、メニューごとに分析を行うことも可能です。各分析画面で確認したい期間、メニューを選択してください。次に分析基準として予約登録日、つまり予約が入った日を基準に分析するか、来店予定日を基準に分析するかを選び集計します。 予約登録日を基準に分析しますと予約が入りやすい日時を把握できますし来店予定日を基準に分析しますとお客様の来店が多い日時を把握できますまた集計結果を CSV でダウンロードすることも可能です次に紹介するのはサブ管理者登録機能ですスタッフの方などをサブ管理者として登録していただければ設定画面の操作や予約通知メールの受信ができます はじめに管理者とサブ管理者の違いについて説明いたします。管理者に関しては予約サイトの全ての権限を持っていますが、サブ管理者に関しては管理者の設定によって権限の制限ができます。まず予約及び顧客の確認や追加に関しては管理者もサブ管理者も同じような権限を持つことが可能です。予約サイトの設定及び予約関連の通知メール配信に関しては、 管理者が権限を付与する会か,かを選択できます。次に、サブ管理者登録の手順について図を用いて説明いたします。まず、管理者がサブ管理者を登録し招待しますと、サブ管理者に認証メールが送られます。サブ管理者は、招待メールにある URL にアクセスし、認証を行います。その際、レゼルバのビジネス ID アカウントがない場合は、アカウント登録を行うこととなります。 サブ管理者の認証が終わりますと、管理者に承認依頼メールが届きますので、管理者は承認を行うと、サブ管理者の登録が完了します。サブ管理者登録する際は、管理画面右上の称号部分にカーソルを合わせると、ご覧のようにメニューが表示されます。その中に全サービス共通設定がありますので、そちらを選択してください。遷移した画面で、サブ管理者招待を選択し、 メールアドレス、メール受信の有無、つまり予約通知メールを受信するかしないかを選択してください。その後、サブ管理者に権限を付与するサービスを選択してください。レゼルバ予約に関しては、予約サイトの設定できる権限を付与するか否かを選択できますので、付与する場合はチェックをして登録を完了してください。設定関連操作許可はエンタープライズプランから設定が可能です。 登録が完了しますと、サブ管理者の方に認証メールが送られます。サブ管理者が認証したら、管理者の方は承認を行ってください。次に紹介するのは IP アクセス制限機能です。こちらに関しては、セキュリティをより強化したい場合に有効な機能です。IP アドレスを登録すると、登録した IP アドレスからのみ管理画面にアクセスすることができ、 外部からの不正アクセスを防御することができます。IP アクセス制限の設定は、高度な設定の中にあるセキュリティ設定からできます。管理画面へのアクセスを許可したい IP アドレスを設定してください。複数の IP アドレスを設定することも可能です。次に紹介するのは、区画別予約機能です。区画別予約機能を利用すると、一つの部屋を複数の区画に分割し、 区画ごとでも部屋全体でも予約ができます。区画別予約のイメージです。部屋 A や部屋 B、部屋 C を別の部屋として予約してもらうこともできますし、一つの部屋、大部屋として予約してもらうことも可能です。こちらが実際に区画別予約を設定した場合のイメージです。多目的ホールを全面で予約できるメニューと、区画ごとに予約できるメニューが表示されています。 区画別予約の場合、例えば画面左側、部屋 A に予約が入っていると、大部屋の一部が利用できなくなるため、画面右のように同時間帯に対して、大部屋の空き状況には予約不可として表示されます。一方、部屋 A と同時刻で部屋 B を予約しようとした場合、部屋 A と部屋 B は別の区画のため予約することができます。 まず、基本設定の中にあるメニュー登録より部屋全体の予約メニューと各区画の予約メニューを登録してください。次に、基本設定の中にある施設、部屋登録より部屋全体及び各区画部屋を登録します。施設を登録するを選択し、遷移した画面で種類として分割を選択すると、全面と区画、それぞれの設定項目が表示されます。 まず、全面を設定します。全面とは、各区画の親となる部屋のことです。部屋名を入力し、対象メニューにて全面となる部屋を選択してください。次に、各区画となる部屋を設定します。画面左下に区画の件数を入力すると、区画の件数分入力項目が表示されます。区画ごとに部屋名を入力し、対象メニューにて区画となる部屋を選択してください。 最後に紹介するのはスマートロック連携機能です。現在レゼルバはスマートロックの中でもリモートロックと連携しております。この後説明するレゼルバペンメントと合わせてスマートロック連携機能を利用すると生産業務や影の受け渡しが不要となりますので施設の運用を無人化することができます。レゼルバ予約とリモートロックを連携した場合の流れを説明いたします。 まずお客様がレゼルバの予約サイトより予約をします。予約が完了すると同時に自動で暗証番号が発行され、予約当日にその暗証番号を入力すると施設に入ることができます。また、後ろに予約が入っていなければオンラインで利用時間を延長することも可能です。このようにスマートロックを使うと自動化できるため、施設の無人管理を実現することが可能となります。 次に、スマートロックとの連携方法について説明いたします。リモートロックとレゼルバ予約の連携を利用するには、別途リモートロックの鍵の設置及び契約が必要となります。鍵の購入及び契約に関しては、株式会社構造計画研究所に直接お問い合わせください。スマートロックの連携は3つのステップで設定を行います。 最初にスマートロック連携の契約を行います。スマートロック連携機能はレゼルバのオプション機能となりますので、利用開始前に別途契約を行う必要があります。その次にリモートロックの認証をします。最後のステップとして、リモートロックの鍵とそれを利用する部屋の設定を行います。これから各ステップについて詳しく説明をいたします。 最初にスマートロックの連携契約を行います。スマートロック連携の契約は高度な設定の中にあるスマートロック連携からできます。画面右側、リモートロックと連携するを選択し、遷移した画面で連携するデバイスの台数、つまり鍵の数を入力してください。次に料金を計算するをクリックすると、月額の料金や契約期間などが表示されます。 内容に沿いがなければ、クレジットカード情報を入力して、決済を行ってください。決済が終わりますと、契約完了画面が表示されます。次に、リモートロックの認証を行います。続けて、サービス認証を行うを選択すると、リモートロックのサイトに移行する旨がポップアップで表示されますので、OK をクリックしてください。リモートロックのサイトに移行したら、 リモートロックの ID およびパスワードを入力してログインしてください。ログインすると認証が完了します。認証が完了すると、ポップアップでリモートロック側に登録している鍵の一覧が表示されます。その中から予約サイトと連携して利用する鍵を選択してください。最後にリモートロックの鍵とそれを利用する部屋の設定を行います。 画面に登録している部屋一覧が表示されますので、各部屋ごとに利用するリモートロックの鍵を選択してください。以上で連携設定は完了です。次にレゼルバのサービスについてご紹介いたします。まずはじめに紹介するサービスはレゼルバペイメントです。レゼルバペイメントとは予約システム一体型のオンライン決済サービスです。レゼルバペイメントを導入しますと、 予約時に予約の代金まで自動で決済することができます。利用可能なブランドは5つで、Visa、Master、JCB、Amex、Diners が利用できます。初期費用0円で、月額固定費も0円です。決済手数料が4.9%となります。レジルバペイメントを予約サイトに導入しますと、 予約者は予約の確認画面でクレジットカード情報を入力し決済を行うことになります。レゼルバペイメントの申請方法は契約及び決済の中にある決済サービスからできます。事前カード決済利用状況の申請する簿をクリックすると情報入力画面になりますので会社情報や代表者の情報を入力してください。2週間から4週間ほどで審査が完了しますので 審査通過後、レゼルバペイメントをご利用いただけます。次に、レゼルバクーポンについてご紹介いたします。レゼルバクーポンとは、集客を強化するデジタルクーポンの配信サービスです。レゼルバクーポンでできることは大きく4つあります。まずはじめに、さまざまな種類のデジタルクーポンを発行できます。500円引きクーポンや10%引きクーポン、 無料クーポンなど様々な種類のデジタルクーポンが発行できます。二つ目はクーポンの利用回数や利用枚数を制限できます。クーポンは一度に1枚しか利用できない。もしくは期間内であれば何度でも利用可能など様々な設定ができます。三つ目はクーポンをメニューごとに発行できます。A メニューには500円引きクーポン。B メニューには10%引きクーポンなど。 メニューに合わせたクーポンの設定ができます。四つ目は、レゼルバメール利用時に、特定の条件に合致したお客様だけにクーポンを配布することができます。会員限定や、1ヶ月来店されていないお客様限定など、特定の条件を設定すると、条件に合致したお客様のみクーポンを利用することができます。レゼルバクーポンのサービスを利用すると、 予約の確認画面にクーポンコードを入力する画面が表示されます。コードを入れるだけでなく、自分が利用できるクーポンを確認したり、適用することもできます。表示されたクーポンを選択すると、選択したクーポンが表示され、割引が適用されます。レゼルバクーポンの利用開始方法は、利用サービスの中にあるサービスを追加するを選択し、 レゼルバクーポンの下にある利用を始めるを選択しサービスをご利用ください。サービス一覧にはアフェリエイト連携、メディア連携などレゼルバで利用可能な様々なサービスが表示されますので必要に応じてご利用ください。最後にサポートセンターによくお問い合わせいただく質問をいくつか紹介します。 1>, 1番目は3月と9月だけ予約が増えるのでプラン変更をしたいのですができますかという質問です。つまり予約が多い時期はより上位プランをご利用されたいという質問になります。デゼルバでは月単位でご利用プランを変更できますので、このお問い合わせですと3月と9月の2ヶ月のみ、より上位のプランにアップグレードしてください。2番目は電話での問い合わせは対応していますかという質問です。 電話での問い合わせはエンタープライズプラン以上をご契約の場合対応しております。3番目は来月から予約が増えるので一つ上のプランを利用したいのですが、事前にプラン変更を予約することは可能ですかという質問です。プラン変更は即時変更も可能ですし、事前に予約しておくことも可能です。事前予約をしておくと次回の更新時に自動で設定したプランに変更されます。 4番目は、電話や店舗で直接予約を受け付ける場合はどうすればいいですかという質問です。管理画面に予約登録機能がありますので、管理者の方が管理画面から予約を登録してください。5番目は、退会した顧客の情報を消去したいのですが、できますかという質問です。管理画面の顧客管理タブから顧客の情報を消去することが可能です。消去したい顧客にチェックを入れて、 顧客リスト削除をクリックするとデータを消去できます。最後は現在利用しているプランの顧客件数、月間予約件数の上限を超えてしまった場合どうなりますかという質問です。顧客件数を超えた場合は上限を超えた顧客名のみマスキングがされます。月間予約件数は上限に達しますと新規の予約受付ができなくなります。その場合はプランをアップグレードしていただくと 顧客件数の場合、顧客名が表示され、予約件数の場合、予約受付が再開できます。以上でよくある質問の紹介を終わります。今回、セミナーにご参加された方で、レゼルバにご登録いただいていない方は、3分程度で登録が完了しますので、ぜひご利用をお願いいたします。以上で、レゼルバ初期導入セミナーを終わります。 本日のセミナー内容でご不明な点がございましたら、レゼルバサポートセンターまでお気軽にお申し付けください。本日はありがとうございました。